梅田エリカは日本のフリーアナウンサー、日本語教師、岐阜県関市出身、関西大学文学部教育学科卒業、血液型 A 型、関西大学在学時から吹田ケーブルテレビジョン制作番組でリポーターを務めていた。大学卒業後は昭和プロダクションに所属し、そのまま関西の放送業界で活動を続けていた。 そして2001年4月から2003年3月まで名古屋テレビ放送へ出向し、同局の契約アナウンサーを務めていた。名古屋テレビとの契約の終了後は昭和プロからも離れてフリーランスになり、地元、中京圏を拠点に活動するようになった。FM 局ではラジオパーソナリティとして、テレビ局ではナレーターとして活動している。また、 日本語教師としても活動している。一方で、仕事と語学留学のためにしばらく日本を離れ、シンガポールとイギリスに滞在していたことがある。2007年4月から2008年5月まで、シンガポールの日本語ラジオ局、f m 9 6 3ハローシンガポールに勤めた後、2008年末までイギリスに留学していた。帰国後は一時東京の芸能事務所、 マーキュリングに所属していたが、2013年からは再度、フリーランスで活動している。ありがとうございます。